现在五分钟一弯的加设现在五分钟弯了、哎、我们改做中的、哎、そして、まあ、すでに皆さんがこうやって5分経った経ちました。そこでこの手の位置を今度は中真ん中に下げます。上中下とやっていくんですけれども、高的最高不过足翘、はい、やる上面、はい、そのまず 上位というのはこの眉間のところですね。そこのところ、はい、中的中は心臓、心臓だいたい心の高さ、心臓の高さ、あ下的下には下腹、下腹、まあ、下腹部のところにこの棒が来るようにいたします。对中的四分钟、这个高的四分、中的四分、下的四分都可以、はい、5分也可以、はい、上10分間、中10分間、下5分、10分間、はい、这叫太极棒、太极尺、桩弓、站桩弓、やりましたね、10分ずつ、これを、太極棒、太極尺、担当棒と呼びます。说没有这个棒、没有带着棒也可以、可以怎么办呢？もし棒がなければどうするかと言いますと、就是用手、手を使いまして、用手、但是两手心冲里、この時にはこの主心ですね、手のひら中央を内側に向けるようにします。这个不能这样不行、ここで肩をこのように上げてはいけません。肩は緩めて落とします。这个中的、これが中ですね。あえてこれがその下の階の担当、それは一個要求10分钟、それぞれ10分、それぞれ10分ずつ、これだけ言われるともう、やらなきゃいけないって感じになると思う。10分ずつやってください。这个看来啊，刚开始可能是辛苦一点。まあこれ開始にあたってはですね、まあ、10分ずつ辛いなっていうふうに感じるかもしれません。100天以后，はい、那个腿啊，走路有劲，はい、还轻灵。で、しかしこれを100日間続けますと、もう足にとても力が、つきまして、それしかもこれが敬礼にというのは非常に敏捷に下半身が動く様を言うんですけれども、そのような下半身が出来上がります。はい、脑子好使、好用、はい、記忆力好、はい、精神好、はい、頭が大変良、くなりまして、特に記憶力が、増しますね。あ、这个血压正常了、はい。そして血圧は正常に戻っていきます。睡觉好、睡眠好、とてもよく眠れるようになります。工作精力充沛、仕事にあたってもですね、精力が非常にこの充実した感じで疲れない。如果同学们留回来踩一圈子、就练圈以前希望做了三个钟、ですからもし皆さんその太極拳やってる方でしたらば、太極拳の鍛錬に入る前にこのような太極拳その担当校をやるようにしてください。あ、这个同学们随便解说一下就是叫太极棒的桩、太极尺的桩、まあ、これはご紹介にとどめますけれども、太極棒および太極尺の担当項ですね。还有下面是太极尺的颠倒阴阳，就是这边重心移到这边来，你看在这儿。こ次は太極尺的，从这儿重心がこちら側から今左からこう右に。颠倒阴阳、このようにこの伝達されていますね。それから左から右に、標準の場合には右から左に。で、十分钟也可以。これも10分間やってください。我坚持练习，你不管的时间也可以。不管时间，如果不管时间，那你就练30下，这才一个。这才两个。三十个。もし、まあ、その時間に限りがあるならば、片方に1回、こちらに1回というふうにその勘定をして30回を目安にやってください。这个这个这叫太极尺颠倒阴阳。如果我们太極と転倒陰陽というやり方です。我们俩太极尺的
拜蛇图形。はい。次に太極尺の白だ白蛇と心。あ、それ。白蛇と心。まあ太極拳をやってらっしゃる方はもうおなじみの名称ですけど、気功の人が多い。今バルド。大体180度に動かしてください。白い蛇が舌を前に伸ばすという。如果平展、平展也可以。これを平らにやりますと、ここから。这样呢，筋就长了。筋长一寸，力大十分，力大了。このようにして左右に一寸。筋长一寸，力大十分，力大。筋长一寸了，你看，比方说给那个星野先生，他伸手，你看，嘴长是这，嘴长，走到这，你看，走到这。要するにこれだんだん手が伸びていくってことを言ってるんですけども、ああ、いかにしろ、これをやっていきますと、どんどん手が伸びて、相手よりも早く相手の体に手が届くようになる。ですから、彼が、例えば僕が、ヒョウ先生に殴りかかっていったところで、その拳がつく前に私は彼を殴り倒していると、こういうふうになります。刚才我讲的这些个，不是让同学们一天都练了，没这个时间。你可以一天换一个样子，一天换一个样子。で、あのこうしたことはですね、まあ以前から太極棒、太極尺を教えてはおりますけども、以前に、教えたものとはだいぶ違っています。まあ時間の都合もありまして、全部教えることはできませんでしたから、こういう機会にとにかく少しずつそれを増やしていくということにしたいですね。现在我们练下边的周天旋转。次に上終点循環。終点循環。这个意思就是从这下来。ここから下がっていきまして。这上来。ここから上がっていく。就是啊，你看，就说站在这还站着一个人。我在这站着，从这下去。立ってまして、自分の前にその人が一人立っている、同じ向きで立っています。その人の体にこういうふうに流れていくように回します。以后就说自己练习，从这下来，从这后边上来。で、そうするとそれがだんだんとこのように自分の体の中に流れが伝わっていくのを感じるようになります。向きはこの王先生のこの向きでを見て見ながらやってください。これ因为我们的血气气血都是这样流动的。前面下去，后边上来。前面下去是阴，阴啊，后边上来是阳，阳升阴降。で我々のいわゆる気血の流れというのは体の前面を下ります。これが陰の流れですね。それに対して体の後面を流れていく。これは陽の流れです。陰高陽昇、陰が下がり、陽は上がる、その流れをやっています。这上来就是督脉，督脉。これは督脈であり、督脉上。はい、督脈は上がります。日脈下去。そして任脈を下がります。这是一个周天循环。これがこれで一つの終点循環を形成するわけです。我们现在还可以练反转，反轮，反倒转。今度は反対にこれをその回すということも、そちら、ここから後ろに落とします。そちら上来、上に上がるよ。ああ、这样、这样。上来、上がってきますよ。下、はい、下に落ちます。这个都是要三十次。どれも30回ずつやってください。这是再说一遍啊。刚才练是这叫从这上来下去，上来下去，这叫阴阳颠倒。これ陰陽天道という方法ですね。陰陽颠倒。好。那么这个呢是桩，上桩，中桩，下桩。これが上あのその高上中下の担当法ですね。这个是法轮正转，就是周天。これは終点循環。
是周天照着，反照着。これがこれは反動終点循環ですね。反動ってのは反対の反に倒すですね。这个完了以后，这个完了以后，我们俩这个带脉。この体面就这这腰啊一个圈儿，就是怎么腰腰をこう取り巻く。輪っかのように取り巻いている体脈に沿って。最後のいいですね。今天到这儿了。最後最後にここにここまで来るように。他这一转过来你就，这个一转过来你。これ一回転しましたら。ここに来るように。这像这个圈儿转。そしてこのように、その腰をその丸くその取り巻いているその体脈の動きですね。下面的这个丹田震动就是肌肌动令。これは。这是肚子这儿。丹田振動と言いますけども、こういう。筋茎等。就是颤抖。こういうふうに小さく、振動を起こします。这抖动啊，这叫筋抖令。如果它蹦起来了，你不要害怕。有时候站着啊，它就抖抖就。これで、これで。啊，这也不错。你妈妈一说，哎呀，慢一点，慢一点就好了。こういうふうにやってる時に時としてですね、このようにあの振動が大きくなってこう体が飛び上がってくるようなことがあります。しかしそのような現象が起こっても少しも恐れることはありません。もう少しゆっくりやろうね、もう少しあのゆっくりにしていこうねというふうに自分に言えばだんだんとそれは収まっていきます。这个练完以后，はい、でこれが終わりましたら、我们要这个收工九次。はい、これは修行です。九回やってください。一回、两次、二回、三次、三回、四次、四回。啊，九次，一共九次。はい、九回。時間の関係もありまして、まあ時間の関係もありましてこういうふうにしかできませんけれども。我们在练那个什么，就是太极棒，还是太极尺，是太极棒。いや、この太極棒をちょっとやってみましょうね。太极棒刚才讲了是疏通经络。はい。ね、そこれは疎通あの疎通経絡を目的にしておりますので。可以，练好擒拿术，用着力，用着力。はい。しかもですね、これは非常にその指の力を強めて、筋なあの筋なのその力をも高めます。这个。我们这两种吧，太多了同学们记不住。まあ思い切りなんでしょう。二種類だけやりましょう。他他。はい。王先生と同じにこう。这是后边。したいな。不要用力啊。力を入れてはいけませんよ。潰れますよ。这叫。这个叫名字叫乌龙角柱，これは雨竜角柱という名前ですけれども。后边。まあできるだけあの向きを揃えてやってくださいね。あの横の人とぶつかって気まずい関係になっても困ります。次にもう一つ、今度は前。これが終わりましたら、修行をしまして、そして手をこのようにこすります。そして腕を起こす。これは下に。これは内側を上に、外を下、内側を上にこすります。这个，记得不管练什么东西，练哪种功夫，不要使本身的僵硬、拘力。どのようなその鍛錬をする際でも同じですけれどもですね、こういう時にその鍛錬にあたって硬い力、こわばった力を用いないということが一番重要なことです。それじゃあここまでにいたします。
单边的用法，同学们希望去讲一下，现在我要解答一下。まずその単辺ですね、一重持ちで、まあ、日本語では訳されますけども、単辺はどのように用いられるのか、これはまず簡単にその解説をいたします。単辺分左右、左単辺、右単辺、右の単辺、左の単辺、両方に単辺はありますけれども、左右単辺、这个手、钩子手、是实际是一种拿法、拿法、このこちらの、これはあの掴むという、掴む这边是摔法。摔、これ摔っていうのはこう振る、振る、振る手の。右手、はい、我可以、そうです。まあ、やってみせることにいたしましょうか。こっちの手に対して、これがなーです。つまり掴む。これですか。こっちがシュワイ、振り出す手ですね。これはな、掴んでから、はい、シュワイでこれで倒します。ここでこのなで見てください、あの腕が。掴んで、はい、倒す。今度はこちらですと、これこちらでこう掴みました。これ掴みまして、はい、左右どちらも同じです。左手一拿，拿法。左手ですね。就是切手。これ切手ね、切るという。その後に突き出します。因为这一个式子，只能大概说一下。因为这一个式子能分，能一个技击能有八个动作。啊。只能是。我们举一简单的说一下，啊，比方说，在我们说，これ練習コースですね。啊，是一个打法。哎，これ一つの、あのこれ打つのは、ここでもう一つ打ちますね。啊，这是禅师。これはその天使。そしてまた打ちます。练是这样的。鍛錬の時に、道路の鍛錬はこのように鍛錬いたしますが、その用いる時はこのようには用いることはできません。机切切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 例えばさっきの「な」で言いますと、掴むということで言いますと、相手が打ってくる、はい、ここまで来ますね。こうじゃありません。これが知恵からその打つ知恵、そして切った途端に打ちます。これが遠心ですね。遠心っていうのは要するに応用して拳が見えない状態を作る、そして打つということです。これは平身法。この平身法の用法、こうです。もう一回、これは身法としてはこのように用いることができる。これが平身法ですね。はい、那么四乘四，四乘四。这个四余，四乘四余有这个就是推手的。四乘四余是四正，是推手练习的单式。四余
也是推手练习的单式基本功。我们再练练，那他们再练练这个思政单式基本功。それでは姿勢四偶形ということについてやってみます、姿勢どちらもそのどちらも推奨において用いられる推奨において用いられる方法ですけれども、まずですね、让这个让我们教练呢实际练习一下，那么看了就是说四正的横捋肌干，では姿勢のコンディジアンの基本功をまずやってご覧に入れます。そこからこれは2になりますね。一から二、横、これは、その四つですね。二、一、二、横。啊，这是四正。彭丽吉安，吉安的姿勢ですね。下面我们练习四余裁列肘靠。次に裁列肘靠の四具，就直接冲我吧，直接说吧，咱这来裁，迈着步裁，裁，再上步，裁，好，就可以了。これは裁ですね。就是。摘下来，摘水果，摘下来，放下。掴んで，掴んで下に引き下ろすと。这个裂，裂是，它是反关节，跟膝盖差不多，但是突然，九度，突然的一个动作，叫裂。リエというのはですね、これはチンナーの時のそのと動きとしては同じですけれども、それがまあ非常に速く。その動きます。はい、看看这个是要收。